こんにちは。ドローンクエスト10第2期初心者大使、インコさんのニコニコ生放送です。なんだか久々ということでね、早速頭に着付けが乗って、なんか一瞬私はのドラン、ね、あのトランプ候補みたいになっちゃいましたけども、今日来ると思ったっていう方もね、いや、角度が違うというのは、まあ、ちょっとね、ウェブカメラの調子が悪くて別のウェブカメラで放送しているということでございますというね、ことですけども、どうですか、皆さん。なんか、結構久々な。先週のなんか金曜日かなんだかそこらに、ビルダーズの配信とね、ドラゴンクエストの配信も同時じゃないかな、順番にやりまして、2本立てっていうことで、しましたけどもね、そこから週またいでね、やってきましたよ。で、喉どうしました？喉は別にどうもしてないですよ。お、布子さんもコンビで配信が来るらしいってことで、お、じゃあちょっと久々の笹くれさんと、久々にっていうけど、俺会ったことないからね。布子さんの相方のね、宍倉さん、あ、違う、笹倉さん、あれ？なんだっけ？菅原さん、まあ、どれかで会ってるでしょう。と、会ったことないんでね、早く会いたいなと思ってますけども、でね、そう、宍倉孝雄さんです。そう、宍倉さんです。やっぱりね、こうアストロティアネームっていうか、冒険者としての名前の方が先に覚えちゃうとさ、まあ俺もそれでインコさんでついて、最終的に芸名もインコさんにしたけど、やっぱりそっちの方がなんかね、あれみたいな、例えばサヤピーってフルネーム何みたいなさ、知ってるよ、内藤さやかさんっていう名前なんだけど、じゃあ漢字で書けますかってなると結構難しいとかね、そういうところもあるからさ、結構このドラクエ通じて合ってる人の、ね、6文字以内のね、こう名前っていうことで一回こうインプットされてしまうというところもありますよ。で、キスケがインコさんのヅラを暴こうとしているというコメントありますけど、いや、まあ、カツラっていうか、もともとはね、まあ、ここから半分はもうなんか、もう人工的なもんなんでね、あんまりそういうことはなんか言うとね、またちょっと荒れちゃうからさ、言えないんですけども、結構ね、一回まあ大きなものがありましてね、ちょっとこう乾燥作業っていうんですか、まあ、一回取り替えてしまったんでね、まあ、そっからだね、俺のね、人生がちょっとあれになっちゃったのかね。本当はね、こう、神童と呼ばれ、将来を嘱望をね、されていたということだったんですけども。で、まあ、その辺は、まあ、さておきまして、でね、何をしようというと、言いますと、まあ、タイトルにもあります通りですね、こう、戦士を育てているんですけども、なんかあんまり強くなってる気がしないんですよね。この間はなんか、まあ、激闘の末、ヘルバトラーを倒しましたけどもね、えらく時間がかかりましたよ。本当に。あんなになんか大変なのもあったのかぐらいの、ことだったんですけどもね。でもなんとか倒しまして、でもやっぱりこう、片手剣のね、戦士っていうのがだんだんこう自分の中でこう馴染んできたところがあるんで、で、新刃の宝珠が欲しいなということで、それ、選手は。今日はそれを取りに行こうかなと思っております。思っておりますっていうのは、やっぱりもう心大好きな、ね、集合地で、今すごいためらったら、もう本当にこんなにみんなが頼っていいのかっていう気持ちがあったんですよ。はっきり言って、なんつうんですかね、知らないです、誰が持ってるのかとか、そういう宝珠とか。で、今まで私の宝珠は正直言いまして、試練のもんで、たまたま出てきたいいものをつけてるというぐらいのもんでございます。なので、取りに行こうかなと思っとりますと。で、暁将軍。お、暁将軍は一回俺倒したことあるな。なんかアイパッチをね、黒いアイパッチを確か取るために。死神の騎士の転生、どっち？あ、本当？でも、シュプリンガーだね。シュプリンガーの転生。じゃあ、それでいきましょう、じゃあ。
白バラの騎士というのもある。なるほど。うん、でも白バラの騎士はね、一回相当やめろやめろ、書類を噛むな、キスケやめろ。白バラの騎士は一回相当苦戦したんですよね。だから配信会だったかな、もう本当に正直、あの iPad、白い iPad を撮るために、3時間ぐらい、なんか、香水あんのよ。香水が出てきてからだったんだけど、すっごいやった記憶あるね。で、なんか、確かぬのこさんかなんかと一緒にね、パーティー行くんでね。で、途中でぬのこさん帰ったもんね。もうええわ、つって。2時間ぐらいやって、さすがに寝ます、つって。で、その後、俺も、40分粘って、で、それで撮ったんですよ。白いアイパッチ一切使ってないからね。何なんだ本当に。ああやってまあコンプリート欲をね刺激してくれるものがあるのだけでありが、ね、ありがたいですけどね。ということで、今日は新刃の報酬こちらの方バンと行こうと思います。はい、そして早くも広告が来てる、ありがとうございます。広告がどんどん来ておりますね。ありがたい話。はい。なんだこれ今、最近なんかあれだね。あれ？あ、これ広告の画面か。広告を、の一覧、どこで見るんだ？あ、ここか。はい。キスケさんから、ご主人様無事帰還しました。見に来てください。ということでね。キスケが、600ポイント送ってくれました。送ってくれたの？はい。まあ、こんな感じのキスケです。はい、で、ハンガネコさんからおすすめの生放送で見に来てね。ということで、500ポイントいただいております。はい。では。技巧なのか極意なのか。まあ、やっぱり技巧じゃないか。なんか極意っていうのは確かダメージが増えるんでね。成功率が上がるっていう。成功率が上がるやつにしましょう。はい。奇跡の香水と魔物120。技巧一択。技巧でいきましょう、じゃあ。で、で、技巧優先でいくということで。で、あ、魔物使いの120スキル。いや、俺ね、振り直しからじゃねえか、そうなると。いや、こないだその、バラモスを倒す前に、戦士のスキルを、あれ、誤差。いや、やっぱり戦士の、宝珠は戦士で取りに行くっていう、そういうところじゃねえのか。行きましょう。はい。奇跡の香水持ってます。はい。ということで今日の、あ、ゲーム画面が。ちょっと待ってください。よし。まあ、香水。まあ、盗まなくてもいいんだよね、別にね。マスタースキルはね、マスタースキル、なるほどね。で、今からちょっとざっくり振り直すと大変だから、ちょっとマスタースキルを。ちょっと見てみましょうか。お！不思議な数字が、これは、これはいいよ。幸先いいよ。ミーナさん、ありがとうございます。で、スキルブックを渡す。持ってねえよ。はい。マスタースキル割り振る。あ、結構、結構あったな、今な。全然振ってねえよ、俺。いや、まず、魔物マスターは、あれ、4ポイントなんだ、これ。70。いいや。だから何もね。じゃあ魔物使いだけ振り直してみるか、じゃあ。な。このフーベル。フーベルト。フーベルトからちょっと振り直してスキル買ってね。無知スキルか。なんか無知を結構振ってたような気がするんだよな。魔物で100、あ、な、相当振ってっから。これを戻せばいいのか。よし。
で、スキル振り上げ、魔物使いです。120で、まあ他はちょっと攻めてものよしで、転職をせればいいか。いや違う、こいつじゃねえ。俺ね、実はね、行かないんだよね、このスキルマスターのところって。ほとんど行かない。だから、このルーアさんとか、あ、これ違うわ、冒険者だ。あ、転職だ。魔物使いになります。なんかすげえ、なんか登場人物みたいな、あれですね、格好してんの。よし、行くよ。で、装備はちゃんと、万能の証で持っております。魔物使いの証で、なんかのもんだね。うん、ということで、暁将軍、チャンス特技取れよって。チャンス特技の血の字もわかんないよ、まだ全然言ってねえから、まだ、まだノーチャンスよ。ただまあまあまあ、チャンス特技を取るためのチャンスが俺にはあるってことだからね。だからそういうところだと、まあすでに取っちゃった皆さんよりも、あの可能性が高いっていう話だから、悪いな、なんかな。うん、なんかすいませんね。で、暁将軍まで、シュプリンガーどうだったっけ、リンクル地方か。リンクル地方っていうのは、オールフェアだ。よし、ちょっと行きましょう。さて、なんか今ちょっと画面をいじくんだけど、よし、こういうことか。よし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 、リンオルフェアの西、よし、行こう。で、リンクル地方は、あったあった、下の方ね。香水はね、俺常に香水はもう大量に持ち歩いてるからね。あるあるある。奇跡のプチ香水41個。ね。導きもあるし、もう本当に育みもあるし、もういろいろある、本当。よし、で、今日のサポートメンバーはウォルナさん、エミューさん、そして仲間モンスターのザ・モグラであります。エミューさん久々にね、酒場でお見かけしましたん でウォルナさんというのはご存知の方もおられますでしょうか。どこでもモンスターパレード、どこパレのプロデューサー、アシミネさんのキャラクターであります。ミネオ P ですね。さていきましょう。リンクル地方です。確かね、俺覚えてる、リンクル地方のちょっとみんな橋のところにオアス・シュプリンガー、どう？銀の、違う、皿じゃねえ、その皿はアスジアだ。銀の丘ではなく、あっちのこのアルフェ大きな別荘跡、別荘跡にいるというね。うん、こっちの方に行きますよ。じゃあこの辺の、あの橋のところにいるんじゃなかったっけ。もうちょっと行って奥地ね。うん、
そう、モグラなんで飯を食ってると、食事をしてるかというと、まあ当然もう王家の迷宮ですよ。もう知られざる王家ガチ勢、それは私インコ。まだ、ね、開けてない箱もいっぱいあんのよ。結構集まってきてるんだ今。また封印をし直して、おしゃれなベルトを今度こそ完成させたくてね、それで集めるだけ集めております。ということで1延長しておきましょう。来た来た、こいつだろ。いや、ちょっと降りよう。いや、降りない、降りない。香水、香水。奇跡の香水ね。プチ香水。使うと30分、転生モンスターに出会いやすくなるということで、もうこれね、申し訳ない。もう一撃ですよ。一撃のペカリが。これ横から。おお。ちょっとこれ今あれだ、転生が出た時のちょっとインコランプ、ちょっとね、インコランプを用意しておかなきゃいけないんで、まだ出てないけどね、すいません、出てないけど、出た時のために用意させてください。っつって、ちょっとガンガンいってください。みんな、じゃあ僧侶ガンガンになっちゃった。するのもいかがなものかと思いますよ。見逃してもいいもんなの？なんかよく出ないとか言うじゃない？なんか。あ、見逃すは OK なんだ。へえ。見逃す多分あると思うな。見逃してみる。あったわ。え、何これ今の。全然逃げねえよ俺。なんかこいつはもう真の戦士だな、シュプリンガーは。ちゃんと礼を持って答えてやろう俺も。スプリンガー、やっぱり魔物の群れがね、来ないとね。なんかエミューさんとザ・モグラが同じ武器持ってる。なんか羨ましいな。正面から魔物の群れ。ああ、来ねえ。暁将軍が、ちなみに今レベル73なんだけど、まだ見逃せないんだ、スプリンガーは。おわちゃー。いや、早めに入りました。早めに入りました。これ見逃してみっか、これ、暁将軍。どうする、それで。それで帰っちゃったらどうする。ちょっとやってみるか。怖い。インコランプ、インコランプつくよこれ。やってみる、やってみる。おお、怖い。おお、見逃せない。あっぶねえ。これ本当に逃げたらマジで怒られてた、みんなに。盗めない、盗めない。もう魔物使いだから。うえい。やっぱり転生モンスター強いな。一回戦ってっからね、俺。もう見破り済みですよ。よし、倒した。さあ、出てきたか、出てきたか、これがよ。出たよ。出た。でも、もう一回戦っちゃうからね。
まあ、ほうじは確定なんですね。あの現物出た嬉しさよ。じゃあもう一体ぐらいちょっと出そうか。ね。問題形だよね、光の。でも光の石板俺それなりに別にそんな悪い石板ではないと思うんだけど。まあ後で見てびっくりみたいなね、こともあるかもしれませんが。じゃあ後ろから暁将軍。ダメだ、スプリンガーだ。でも2玉3玉ってあるからね、もういよいよ明日に迫りました。アップデートでその3玉にもどんどんこう価値が出てくるということをお聞きしましたよ。あ、じゃあインコランプつきっぱなしだとエラーが起きちゃった、すいません。メダルの保証はいたしません。夏気度上がるね。どうみんな魔物モンスターは結構夏気度上がってますか。そう、煮玉がいいとは限らないらしいですよ。もう懐いた、300いいね。よし、スプリンガー。いや、もう一遍ぐらい行きたいな。もう一体ちょっと、もう一暁ちょっと行きましょう。なんか俺ふんされた気する、今キスケに。大丈夫かな。なんかそんな気がする。でもね、確かめたくもないのよ。これまあインコあるあるなんだけど、今こうやって触っちゃうと、仮にされたとして、その固まってないから余計にリスクが広がるわけ。なんか予感だけがあって、まああとは固まったら、ポロッとね、取れたりするからね。シュプリンガー、やばいね。え、見せてたけど、実際どう？わかんないな。わかんないならいいでしょう。おスプリンガー、ちょっと転生なかなか。チアされてないです。もう泣き払いカップルだなこいつ、本当に。ちょっともうやっぱりちょっと欲かきすぎた。でももう一暁ぐらいいっときたい。この直角で曲がる。うーん、魔物の群れがない。香水分、でも香水分の30分だからね、結構。ちょっと他の転生モンスターちょっと会いに行くか。ちょっと欲が出てきたね。お、いいね。スプリンガー、雪降る、会ってない、まだ俺。そういえばちょっと雪降る会いに行くか。ちょっとあのモコフルの天才だね。スプリンガー、ブロンドボーイもいる。あ、ブロンドボーイ俺会ったことあるような気がすんな。あれでしょ、あのピンク色の虎みたいなのの転生だよね。多分会ったことある俺、ブロンドボーイ。ツンドラキーも会ったことない俺。その気は整えない。じゃあちょっとあの出かけにこの辺りにいそうなやつを探してみるか。そう、明日1体追加されるよね。マーズフェイスだったっけ。
ムーンフェイスだったっけ。もう夏気度上がりまくるな。ここだ、もう一暁スプリンガー、嘆きムーンか。みんな釣りもね明日解放されるけど、もう本当に、まあ、俺は毎日のようにやってるけど、なんか釣り具持って歩き回る人増えたね。でもちょっとインコさんから一言なんですけども、あの竿を出したまま歩くのは良くないですよっていう。ルアーが引っかかっちゃうからね、うん、あんまりこう竿をブラブラさせながら歩いちゃいけないということを私も経験談から、うん、言わせていただきます。いねえな、もうやっぱもう一暁ぐらいは行きたいところ。さあ、うん、いやなんだ下ネタかって、いや下ネタって言うからそうなっちゃうから、まあ、俺もコメント拾うなって話なんだけど、下ネタではありませんよ。卑猥なジョークです。その辺はあの似て非なるもんですからね。いやーでもちょっとなかなか暁が出ない。うん、まあ、戻るまで、ああインコさん釣りをコンプしたんですが、いや実は俺あんまり釣ってないんだよね。まだ俺なんか確か金の錦鯉とかも釣ってないような気するな。あとデメキンも釣ってない感じする。なんかいろいろあるよ、淡水魚とかでもまだ釣ってないの。ただシーラカンスとかブルーナポレオンとかあの辺は釣ったことあるけど、氷の了解でね恐竜釣りましょうって話なんだけど、まあ、なかなか私もねそこまで行くストーリーパワーを貯めなければいけません。まあ戻ろう、あ無理だな。もうこの1グループでこの辺のちょっと暁が出なかったら一回ちょっと考えましょう。あマンボウね、確かに赤マンボウばっかり来るんだよね。マンボウは俺はあの釣りの依頼で出たらメギストリスのあのエスピテーサなんてそれにちょっとエスピのあの辺ね、うん、あの赤依頼がいるところあの辺で釣ってますよ。よくストーリーパワーって何っていうコメント来たけど、なんだろうね、そのなんか見えないゲージみたいなのがあるんですよね。でそれがこうマックスまで溜まるとドラゴンクエストのこの大きな渦柱ストーリーにインコさんが行くんですよ、うん、でそれを、まあ、ドラゴンクエストやることいっぱいあるからね、そのストーリーの大きな渦に行くためにの準備っていうのをこうしてるのが今の配信とかだね、うん。よし、いやちょっとこの辺の群れやばい、こいつ、あっこいつしかいねえ、後ろから守ろう。あ群れがさ、すげえ積極的に闘魂打ちを使ってくるんだけど、天下もそれより闘魂打ちなのかな。あもう一匹いた、よしこれで決める。魔物の群れ、あスプリンガー、こうねマグネットパワー関係ない。なんか立ち見 B からマグネットパワーって来たけど全然関係ない。でも夏気度上がるな。もうこの橋、この橋の上のこいつで決める。
スプリンガーだな。よし、雪降る、雪降る、見に行こう。連発ってなかなか出ないよね。この辺にいるか、いないか。ベリナード、ベリナードじゃダメだな。オルファの他なんかいるかな。俺の持ってる、俺の持ってる石でなんかいけそうなやつ。メキストリス、ジュレ、ジュレット、ない、ないよ、ない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 。ジュレ上層だ、ない、ないよ。俺持ってないでしょ、俺このある、ある中でなんかないかね。真のアラハギ色、よし、ない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 よ。いや違う、モンスターと格闘場があった。アラハギ色行こうじゃ。いや電車で行けよってコメントあるけど、テンポよ、リズム、リズム。よし来た。ん、なんだ、黒猫くん、かわいい名前だな。で結局遠いんだよ、アラハギ色もな、格闘場になると。あ、ピラミッドの盾魔人の転生ね。いや、あいつはね、俺一回全滅食らったことあるのよ。いまだに倒せてない。あの、地獄のドアボーイ。デビルトンボーイ。ちょいちょい出てくるよ、そういうの。いや、あいつは強かったんだな。一回なんかもう奥さんのガンモさんと一緒にね、全滅食らった思い出があります。で特になんかペロッ、なんかあんまりね、なんかそんなに強くないパーティーだったんでね。でどれだ、転生アラギロ、来た来た来た、いたいたいた、もう一撃で、一撃でいきましょう。はい、モコフル、立ち立ちかよ。え、モコフルの転生だからこれで出んじゃないの。お、出るでしょ、月の恵み、ありがたいな。ちょ、ここ、ここペカッつって、おお、これなんかモコフル久々に戦ってるわ。なんかこいつ意外と見のが、あの、見破って、なんか詳細見ると腹黒いやつなんだね。じゃあ3匹まで行きたいよ、おい。意外と出ない。あ、タチだ。お、意外と出ないぞ、おい。モグラの MP な。こいつすぐに力貯めるからな。あんまり MP 回復してもしょうがないんだよな。もう夏気度がどんどん上がる。モグラに水をあげないと夏気度が上がるというオカルト。さあ来い。いや、俺全然出ない。一応やるか、じゃあ。お、いいね。お、今ちょうどいいタイミングで僕ら投げ払い。お、青い宝箱。お、結構入ってる。立ち、立ちだよ。これ出や、雪降るって出やすいんじゃないの。いや、俺のパワーか。転生パワー。立ちか。なんかみんなのあの、募集のやつって、あの、カラス天狗のやつみたいに、出やすいですよみたいな感じじゃないの。ちょっとこの、苔を拾おうか。わー、でねー。あそこまで出やすくねえんだ。あ、なんであんな出やすいんだろうな。
そして夏希とか上がりまくる。で、青い宝箱が異様にある。よし、来た来た来た、ペカッつって、よし、見破れ見破れ、雪降る。雪の姿を収めるんだ。うわっ、壁掛け雪降るの長靴。おお、家具がね。早速ちょっと見破ったものを見てみよう。あ、もう一匹なんかいるぞ。常に警戒している。豆知識。おお、なんだなんだ。クリスマスに雪降るの長靴を家に置いておくと、翌朝必ずプレゼントが入っていると子供たちにもっぱらの噂というね。ボーンファイターの転生。あ、これもいるんだ。アスラ王。キラキラ光ってる。なんだな、これか。ボーンファイターこの辺にいるか。井戸の下、ついでだ、先生借りまくろうぜ。ティンコランプを消えます。井戸はこの辺か。一回聞き、つけうるさいよ。ちょ、井戸の中試しに行ってみましょう。いけね。うわ、すげえうるせえ。上からすげえうるせえ。これすげえうるせえ。なんだよ。え、ここ違うのか。ないな。鑑定タイムか、これ。試しにね。高接速度切れる？いや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 、その前になんとかせめて井戸の下に。よし、井戸の中。いたいた、よしよしよし、井戸、いけるいけるいける。さあ、こい。おお、いっぱいいる。こいつだ、ボンファイター。一撃でいきましょう。魔物の群れ、ボンファイター。見逃してみるか。全然逃げねえよ。ダメだこれ、魔物使うレベルが足りてない。あ、ゾンビは出ない、出ない。ファイター、レベルが足りてないわけじゃないってことね。おお、弱え。牢獄の主、おい、おいおいおい、今のはちょっと元気がなくなる。いや、これは切ない。ちょっと苔を拾ってから。だからもうなんか素直に喜べねえ。怖くなってきた。
お、まだ拾ってない宝箱あった。メダルもね、どんどん集まるよね。お、いやいや、ガセル、このガセ演出きついな。ちょっとまたモグラの MP がない。香水はまだ大丈夫か。最近の台はガセ&ガセね。えもうガセっていうかもうなんかもう光、もうあれはもう完全にもうインフレだよね、昨今のパチンコ台とかはね。落ちたらダメだよ。しかし結構この範囲攻撃ってやっぱり一掃すると気持ちいいね。やばい、もういなくなっちゃう。ボーンファイター自体が痛いた。なんとかこれ魔物の目光光、ああガセル先読み演出入ってほしいな。ちょっとあ、すいません、無礼演出。もうこういう刺激に慣れてくると人間ちょっと怖くなってくるよ。いや保留が先読み、ちょっと先読みで光ってくるんだよな。ちょっと、いやでもちょっとね、これね、あのバトル自体の気持ちよさはあるよ。この骨がカラカランっつって崩れていく感じ。ボンファイター、その力ためはいらねえんだよ。スーパーハイテンションになるまで食べるからね。おいいよ、今のは良かった、今の殴りは良かった。牢獄の力、ボーンファイター、ボーンファイター、いたいた、あこれはもう隠れてる。こいつはね、もういかにもいかにものボーンファイターだこれ。ほら魔物の群れ、落ち、ああ一体バカか、こいつ何特別感出してんだよお前、2体でこういう動作だったら。いや今のは来たと思ったわ、さすがに。からんつった、魔物の群れ、あガセル、ガセルはボンファイター。ちょっと何もな、あれだもんな、このドクロが全く期待できませんよみたいなキャラクターだもんね、こいつね。申し訳ないけど、いたいた、よし、横から、横からぶち当たる、脇の方からぶち当たる、魔物の目、よし、はあ、いやーちょっと楽しくなってきたぞ、もうね。溜めなくていいから、もうスッと投げられ、スッとカランカランっつって、
燃料補給、この曲がり角にいたんですよ。曲がり角に、曲がり角にボンファイターからのボンファイター、 CR ボンファイターCR ボンファイター面白いね。ありそう、うん、マルホンの台とかで。ため切る力ため、まあまだな、そうか、マルホン潰れたか。こっち切れる？やばい。あ、こっち切れた。ああ。もういない？あ、ボンファイター。ちょっと。まあ、ちょっとね、もう結構あるからさ、プチ香水は。うわっ、いやそのこのね3体並んで本当にスロット外れたみたいなさ、そのなんか中央から止まるパターンね、7、7、8みたいなさ、なんかそういうこいつの方がね絵柄がでかいからさ、なんか次第にこいつがガセったような気がする。だから牢獄の主がなんか3体一緒に出てきたら当たってる感じがする。この牢獄主、おお、急にメタルブラザーズ、ちょ倒す、メタルブラザーズ、よっしゃ、倒した。いや今これモード来てる、広角だ、広角、これちょモード以降入ってる、小瓶で。魔物の群れよしからの、バカかよ、ほんとにガセリこの野郎、ほんと突角2ラウンドやめてください、ちょっとほんと、うわバシューンってすごい状態になってきた。牢獄の人100匹さあ、これ100の魔物の、おお、ボンファイター来た来た、この松明の向こうのボンファイター、いやもう本当にね、魔物の、よし、こっからこっから、ああ大変、もう魔物の群れからのさガセリですよ。で言えばこの魔物の群れで最初の演出入ってるわけですよ。そっからペカるかペカんないかっていうこの気持ちよさがね、ちょっと癖になりますねこれ。おい、やめろ、脅すなよ、このやべ、しかも呪われだ。こいこいこい。ボンファイター、一匹必須ですよ。眠った。ボンボンボン、こいや、よし、はあ、今のは来たと思ったわ。これはね、この1匹パターンはちょっと元気がなくなる。まだこの2匹でちょっとこう絵柄感を出してくれるとこっちもなんか楽しくなるけど、
これ本当にもう外れ中の外れだよ今これ。ロークン主一匹は。こりゃ。この魔物の群れっていうその気持ちのいい文字列を見てしまうがゆえに、こうやめらんなくなっちゃうんですよ。これ本当にやばいなこれ。俺暁将軍の場合はまあ背面出たっていうのもあるけど、結構そのやめられるんだけど、こっちはねちょっといい結果が出ないとあれいね。やばい乱獲、やばいやばい、この小役も引かなくなった感じ。痛い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 。よし、もう真正面から魔物の群れからの、あ、光らねえ、光らねえよ。延長したよ俺、もうちょっと思わず。転生時は魔物の群れより上の言い回しが欲しいね。そうね。でもなんかこの魔物の群れでも面白いんじゃないかな。ガセも含めて楽しもうっていう。こやった。もう延長してっかんだ俺も。ちょっと両替に行っちゃったみたいな。多分ね、あの倒すテンポはいいから実際楽しいです。いやもうここはね、ちょっと元気玉使っちゃうよ俺は。元気玉からの転生で意外と出るじゃねえかこの野郎みたいな展開ですよ。いや元気玉効果あるよこれ。あと闘魂打ちいいな、なんか見た目が面白い。弓引きナックルみたいな。来い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 。魔物の村、よし第一段階。こいつガセガセの今牢獄の主が上から降ってきたあの絵を見ました皆さん。ガセの群れですよ本当に。でもこのカラカラ音が楽しいからやってしまう。この曲がり角にいないか、曲がり角にボーンファイターいた、こいつです。ありがとうございます。いよいよ来ましたよ魔物の群れ。あいやーない。多分ね俺思ったんだけど、なんで一匹かっつったら、この出た時にこの壁にちょうど当たるから出れなかったっていう可能性あるよこれ。ガセ中のガセだよこれ。これみんな正直見たことないでしょボーンファイターの転生。あ2体連続ボーンファイター、これはいける。まず第一の矢、魔物の群れ。あガセこの野郎、ガセこの野郎本当に。カランつって、こい、魔物、魔物、よしこっから、あーガセガセの群れ。見たことないよね。そう見たことないよ。ボロヌス溶岩流だったっけで見たっていう報告も今届いています。すごいすごい、霧もみ状に吹っ飛んでいった。よしさあボンファイター横から、魔物の群れ、ボンファイター単品、単品ダメだよ、単もう単品は何の期待値もないもんだって。
よし、これ待ってる待ってる、こいつだわ。いよいよ来た。一回後ろから。まあ単品、単品ダメだよお前、お前は単品は。結構ボロヌスで見たという人も結構いる。いや、ただこのね、荒木色の地下道でこう数多くのガセと戦いながら真の天聖魔物の群れ、おい単品3連続、おいおい、そういうゲームじゃないよこれは。魔物の群れをペガらせるゲームだよこれ。単品やめろ、魔物の目、よし、こっからこっから、はあ、ガセペア。よし、いねえ、やばい、いないいないいない、いたいたいた。なんかこいつこんな感じでさ、なんかあんまり動かないから怖いよね。振り向いたらさ、ボーンファイザーじゃないとかっていうパターンある。まだでも50匹もいってない、全然。あっ、あ、今絶対来たと思った。今インコさんは初心者大使以外の触れってあんまり右上で見たことないですよね。ああ、大使でもね、結構ね、その大使以外の人ともフレンドになってますよ、やっぱ卒業後。はい、まあこのウォルナさんはね、ドラクエのモンスターパレードのドコパレのプロデューサーであります。はい、うん、ああ、で先日のね、あの DQ10TV のゲストのマリスケさんとかもね、結構前にフレンドになってたんですよ。ファイター、いや、すごい、老後君の下歩いてる、欲を捨てる、欲を、じゃあ捨てて、ちょっとどっか見な、来た、あ、来ないよ、ガセガセだから、やっぱりあの全力で見つめてないと面白みがないわ。ああ、単品だ。リーチ見ない人いる。あれだからもうね、あのもうね、一番やばいパターンで、わけわかんなくなってるんだ。何のためにパチンコとかあの打ってるのかわかんなくなっちゃうパターンね。だからもう来てもどうせ当たんねえから、こんな感じでこうやって。もう花から期待はしてないよみたいなさ。でも期待がなかったらあんなことしない方がいいんだから、そんなそういう状況によくなるけどね。こういう風に気持ちになるのも分かる。ずっとやってるとね、もう半日ぐらいやってると。私はもうやってないけどね、実はパチンコとかは。もうガセー。
いやでもこれちょっと出てほしいな。ちょっと今溝、モグラに溝やるわ。確かにモグラに操作リングでも力の指輪もね、せっかく装備してんだけど、操作リングの方がいいのかな。モグラ燃費をちょっと上げてみるわ。ハイブリッドモグラ、あ、なくねえか、あれ俺預けたのかな。最近見ねえと思ったら俺つけてねえのか。ない、ないわ。今は宝珠があるからね、勝ち時の。さあ来い、うわっ、つわー、たまんねえなこれ。お、カオちゃんが来た。いいね。ゴキ見てるかもしれない。いや、もうね、見なくていいよ。うん。くそ、ああ。見なくていいというのは、やっぱりさ、その、やる前にいろいろな世界を知るのもちょっと、ネタバレっぽくなるよね。最初に見る街ぐらいだったらさ、なんか期待感の表れでいいけどね。そう、それでもうなんか転生だとかギャーとかさ、なんかこの何をこの人は探してんだろうみたいなね。この人が喜ぶことってなんだろうみたいな思うだろうね、今初めて見た人って。確かに転生モンスター探してるって書いた方がいいかな。転生って概念かな。そうだな。どういう、じゃあどうすればいいんだ、はい、初めて見る人に、はい、よし、これでいいや。さあ来い。キラキラボンが、汚れた包帯。魔物の、ああ違うわ、汚れた包帯だよ。汚れた包帯の群れだよ今の。これはにハンマーの一撃を振るいましたよ。えぐいですね、ボルナさん。さあ、そんなどこでもモンスターパレード、今月もう3月になったんですよね。3月に公式放送またあるみたいなんで、発表を楽しみに待ちましょう。そしてボンファイター単品、単品この野郎。
そうだ、モンパレどうやってます皆さん。再開とかしました？マルチプレイも実装されたんですよ。それぞれモンスターを自分で操作して4人でバトルできるっていう。前はあの 6% ぐらいだったんですよ、あのね、この枠で聞いてもやってるって人が。またこれ最後にアンケート取るから、今日放送の。あ、まだやったことない。それはもうやるチャンスですよ。おっ、おお、ごめんな。魔王フェスで聞いたら大魔神出たんだけど、俺も、はい、ただね、大魔神もいいよ。うん、まあ、何が欲しかったって話なんだけど、これはあのなんかトロッコの演出が見てえっていうだけで聞いたりするけどね。次もインコさん MC なら、ああ、そうだといいね。そうじゃないかな。すげえ今根本的な質問が来たけど、いや、そうなんだと思うよ。だってそのプロデューサーもツイートで MC してくれてますとか言ってくれてるし、これでね、次の MC はっつって、いやだね、大林素子さんですとかって話になったら、まあそれはそれで同じ事務所だし頑張ってくださいってなるんだけど。まあ時間がないって人もいるよね。でもね、おっと、これ、機種が古すぎてアプリをやらない、わかる。俺もね、正直モンパレをどこパレをやってて、他のゲームもそうなんだけど、まあ、預言者育成ね、フォーチュンテラーズアカデミーもそうなんだけど、多分これスマホのもう力が弱くなってんだなっていうのが分かんないね。今俺 iPhone5 なんですよ。 S もついてない、ただの5なんだけど、前はギリギリまで 4S を使ってて、まあ、俺 Wi-Fi だけでやってるからさ、その LINE とか用に持ってんだけどね、こういうあの iPhone とかを。やっぱりちょっと6とかね、欲しくなっちゃうよね。 6S か、うん。さあ来い、グワボン、単品多い、単品多い、おい。私も出かけますけどね、ただまだ出かけるには時間があるから。確か6は大きいから嫌だって人もいるけど、 iPhone、 うん、大きいのをなんか使うと慣れるだろうな。あとはその携帯電話と言うけれど、特にまあわかんない、さっきのが男性か女性かわかんないけど、あの男の人がポケットに入れるじゃない。俺も結構そうだよ。そういう意味での携帯電話的な使い方をもう今のスマートフォンってしてほしくないんだろうね。それすげえわかる。だって割れるしさ、もう推奨してないわけ。でどんどん薄くなって大きくなるわけだから、もうスマートフォンはちゃんとカバンの中に入れろっていうことを、もう声明を出すんじゃないのかな、そろそろみんな。だそこは悲しいよね。だ俺電話は正直ガラケーなのよ。もう今ボコボコ、もう表面の塗装とかも剥がれてボロボロになってんだけど、やっぱりこれはいいよ。ポケットに入れててもあれだし、電波はね、あの電池の切れるの心配もそんなにないしさ、で小さいからね、なんとなくズボンのポケットにも入るしみたいな。本体はもっと小さく、画面はもっと大きくしてほしい。まあそうなると、だから映写するって方向になるかもね。あ、みたいな。最初の携帯肩から下げてたけど、ね、そうだね、昔はなんかあのカバンのなんだ
リュックのね、このベルトのところにこっからそのままジャキンとかってやったりして、ボム単品、単品多い。そう、ほとんど電話しないからタブレットにしてる。そうだね、だから逆にそう、タブレットを持ち歩き電話はガラケーっていうパターンもありなわけですよ。ただでもなかなか人間半端なもんでさ、俺ノートパソコンは結構持ち歩いてんだよね、その MacBook Air みたいな。だからそうなるとね、もうタブレットまで持ち歩くとなんかちょっとやりすぎだよね。かといってタブレット便利なんだけど、でも文字打つときはノートパソコンの方がいいしとかさ、もう電子機器にもう翻弄されているっていう表現よりは支配されてるよな。それで外部バッテリーだの何だかんだかのもいっぱいあってね、荷物ばっかり増えていくっていう。ああ出ない。まあ、5S のサイズの新機種はね、あの 5SE だっけ出るっていうけど、iPhone 5SE じゃない、 SE っていうの。でも俺別にね、6ぐらいの大きさでもいいよ。うん。そう、分けてると面倒になる。ここで、ああ、単品。いや、出ねえ。スマホは電話のできる携帯ゲーム機だと思ってるわ。あ、その考え方もありだ。で、それ逆にどう ?DS とか持ち歩いたりするようになる。それは DS は DS で、ね、ビータとかもさ、使いやすいし、また電子機器が増えるみたいになるから。そしてあとはやっぱり値段も上がってるよね。なんかもう10万円ぐらいすっかね、スマホこれ、ね。じゃあノートパソコン買うよみたいな話になっちゃう。そろそろ単品だよ、単品。これ本当にいる、これボーンファイターの転生モンスターって。これいなかったら悲惨なの、みんなでみんなで担いでるみたいな。それはない、いるよねちゃんとね。でも確かめる術なんかどうにもないからな。うわっ、天才いる？いや信じるよマジで。まあこんなにね、今も結構な人数見てくれればさ、みんなで意思を統一して本当は天才出ないんだけどこいつをずっとやらせてようぜっていうことはないと思うんだよな。いや、いなくなった。本当にちょっと怖い。信じる心だ。リュウザが言うところも。魔物の単品この野郎。単品この野郎、本当。はあ、おお、怪獣の刺激。絆を感じた。だ結構ね、夏気度上がってっからね。この辺で決めていきたい。で、元気タイムももう残り8分。ボーンファイター。やっぱエミューさんが、そういう時は、俺がお笑いだ。エミューさん、俺がお笑いします。もう。いや、単品はきついだろう。単品の次にきついのは3匹の魔物の群れ。で、その次にスカなのが、みたいなやつ。でこっちが先。でかっ、はあ、いやー、いかなねえなあ。みんなひどいなってコメントある。マジかよ、マジかよ。いやいやいや、でも調べる術がないんだよ。でもボーンファイターの転生モンスターはいます。
ほら、ほら、ここにいた。ここにいた、ここにいた、ここにいた、魔物の胸、ペガンペガンつって、あ、ダメだ。いや、単品よ。単品やばいよ。来るかこれ、はあ、いや、奇跡の香水だって、これは。投げられ、スッと、よし、いいよいいよ。ボンファイダーは？ボンファイダーがいたいたいた。エンジェルアーマー、懐かしい。エンジェルアーマー出なかったんだね。あれはすごかったな。しかも取った装備使ってねえのな。全然使ってねえ。洪水切れた？やばいやばい。ナスビナーラ、あれもひどかったな。思い出すわ。ナスビに比べりゃ、いや、ナスビはきつかった、本当に。奇跡の、ちょっとね、二重に試しに使ってみるわ、はあ、たっぷりと振りかけて香水を。あ、シルバーマントもやばかったね。よっ、奇跡の香水だ、ほら。奇跡のプチ香水、奇跡のプチ香水。合いやすくなった、合いやすくなった。これが鍵ですよ。いや、転生がさ。いや、来い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 。すっごい、魔物の魔物の群れ、よし！あ、もうよしじゃないよ。いや、俺こんなに配信するあれはないんだよ、時間は。いや、確かにまだある、まだあるよ。おお、っていう、俺の答え、レベルアップだ。よし、これでこのクス単品、このクス単品を野郎に見逃しが効くようになります。これ全然、多分1個上がっただけだから。いや、ほんとレベル上げなんだな。よしよしよし、こっちから来て、あっちから来てる、魔物の目、よし、うん、あ、さあ、こいつはあとレベルがいくつになってもダメなんだ。そうそうそう、それを忘れてた。いやー、もうね、ここの端っこのボーンファイターがね、もうこう出ない、うん、この単品多いんだよ。ここはね、ちょっとここのボーンファイターはあんまりやる気がない。その近くのお魔物の、はあ、スカスカだ、ガセの群れ。いやー、ガセるわ。さあ、やっぱりこう力試させない方がいいかもな。夏木
輝度上がるね。超力ためをやめます。やめてみました。これで魔物の、あ、レアドロアクセ、レアドロつけたらなんかいいもんもらえたりするのかな。夏気と上がりまくりだなこれ。レアドロのアクセじゃなかったかな、違うわ。レアドロ、これか。ボンバイだ。あ、可愛がるね。可愛がるをしてモグラのテンションを上げる。あ、これいいじゃん。それどんどん夏気度上がってくる。やばい、これ300いくな、これ。みんなどう思う ?300 いくのが早いか、それとも、転生モンスターに会うのが早いか。魔物のレッド、ウェイ、この村を可愛がってどんどん。300の方が早い、いやいやいや、あるでしょ。夏気度上がったらどんどん上がる。え、これ必ず1個上がるわけじゃないでしょ。俺とモグラとの絆がすごい。絆がすごいよ。元気タイムが終わった。魔物の群れ、リーダーカランカラン、牢獄の主をかわして、そろ、あー単品だ。すごい今ゆっくりした動きだった。いやー、これやばいな。ゾーンに入った。いや、そこをなんとかこのこれで蹴りをつけたい。魔物の群れ、まず来た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 。やばい、見破る見破る。見破った見破った見破った。よし、来た来た来た。いや、これすごいすごい。これは写真に、写真写さなきゃ。おお、いや、とうとう来たぞ、シュラオゾウハンター。シュラの、まさにシュラよ。おお、恥のリング。
いやーよかったー。いや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 、何匹倒したんおい。怖すぎるだろこれ。ボンファイター、おお、もう2体ぐらい倒しとくかちょっともう2体倒して100匹討伐。そのなんか木でできたあれだったね。あ、そろそろ。いやー、でかかった。あの木製感いいね、本当に。100分の1ってなると、まあそうね、そんなもんか。よし、100匹飛ばす。アスラオ、これこれ、お、すごいなこれ。うん、ねえ、よし、早速。どうやって出んだこれ。ただもう考える記録がなくなってきた。思い出の鈴を使う。ということで、いよいよ本日のメインであります宝珠の鑑定です。誰もいね今。これなんか珍しいな、独り占めだぞ今。福を造ん、達人クエスト、うん、2分10秒で1と、うん、これ2個もらえるんだったらこれやっとくかな。バトルマスターと行くピラミッドの5霊廟、うん、これはいいかもな。